なんか最近の若い子って分かった風なんだよな。え、それってさ、分かったってことで言ってるの？全然違うんだよな。その今さ、情報が多様化してるからこそ、なんかいろんなものを知った気でいる若者がめちゃくちゃ多いんだけど、実際生きてるとそんな簡単じゃないから。うん、やっぱり僕ぐらいの世代ってすごくたくましいって言われるじゃん。わかるでしょ。すごいですね。うん、やっぱさ、君たちいくつだっけ？24です。あー、若いよね。そのぐらいの世代ってさ、結局やっぱ口だけの人が多いんだよね。実際行動には落とせないっていうかさ、それをある程度自覚しといた方がいいかもな。はい、うん、自分はこう分かった風でさ、いろんなものが入ってくるからこそこう言えるけど、実際行動に起こすの意味合い違うから。じゃあ実際行動に起こせるのっていう話、そうなると話難しいでしょ。そんな簡単じゃないから。なんか歌いますか？あー、いい、歌わなくて。あ、よかったらなんか歌いなよ。あ、最近の若い子がどんな歌うのか聞いてみたいよ。最近の流行りの歌とか。あ、いいんじゃない。最近の若い子ってどんな歌うんだろう。アドとか。アド、はい、何それ、知らない。18歳なんですよ、作った子。へえ、若18歳の子が作った歌って、何それ、モーニング娘ってこと？違うの？うっせぇわっていう曲。あ、なるほどね。なんかそういう感じのやつだ。多いね。なんか若い子の、そういう風に言うみたいな感じの曲、うん、多いよね。でもそういうのってさ、やっぱ若い勢いだけでやる分にはいいんだろうけどね。じゃあ入れますね。そんな簡単ではないからね。はい。正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやる。これアニメ系のタッチで。なんか今風だね、はい、この歌詞の感じとかがね。ちっちゃな頃から優等生、うん、気づいた大人になってた。ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、うん、何か足りない、困っちまう、これは誰かのせい、誰かのせいでもなく、ただ混乱する AD。 それもそっか、最新の流行は当然の歯、はあ、経済の動向も通勤自治、従順な精神で入社しは、社会人じゃ当然のルールです。あっかんべって言わせてもらってもいい？はあ、うせえうせえうせえはあなたが思うより健康です。一切が最後ようなあなたじゃわからないかもね。ああ、よく似合う、そのかもなく不可もないメロディー。うせえうせえうせえは頭の出来が違うので問題はなし。僕に歌ってる？歌ってないです。僕に向けて歌ってる。本当に今流行ってるんです。あ、歌詞変えた？歌詞変えた？いや、本当に流行ってる。歌詞変えてない、僕に。つっても私も半人間、ダメダメ、殴ったりするのはノーセンキュー。ダメダメ。だったら言葉の重厚、言葉の重厚って、その頭に突きつけて打てばマジやばない、止まれやしない、不平不満だれて誰のこけ、言い訳ばっかり、サディスティックに変貌する精神。どうぞ変貌されてください。クソダリーナ、酒が空いたグラス、あれはすぐに継ぎなさい、皆がつまみやすいように口外しなさい、外しなさい、酒や注文は先陣を切る、何プリッツ採点のマナーです。マナーぐらい守ったらどうなの。はぁ、うせぇうせぇうせぇは苦戦限界です。絶対絶対現代の代弁者は私。何偉そうなこと言ってんの。もう見飽きたわ、二番線地一回のお楽しみ。うせえうせえうせえはまるまると肉ついたその顔面に罰。え、歌詞変えた？変えてないです。うせえうせえうせえは私に向けて歌った。うせえうせえうせえは私が俗に言う天才です。天才。うせえうせえうせえはあなたが思うより健康です。一切が最後ようなあなたじゃわからないかもね。はあ、あーつまらねえ、なんか言い聞かせるな、そのお目の前。大事な話だ。うせえうせえうせえは私も大概だけど、どうだっていいぜ、問題はなし。
いろいろ言ってすまんかった。あ、いえいえ、普通に本当に歌っただけなんで。いや、なんか俺らこそ本当に上に結構嫌なこと言われた世代だから、同じこと繰り返そうとしちゃってたというか。あ、全然本当にそんな感じじゃなく本当に歌っただけなんで大丈夫です。え、本当にちゃんと歌っ、はいはい、本当にすまんかった。本当に流行ってる俺、上の上司とかに殴られたりする世代で、本当に、はい、でも悔しくて、いやでこんな風にはならない、はい、でお前ら世代はとか一括りにされて、はい、一括りなんて絶対にしないって決めてたのに、はい、気がついたら自分が同じことやってたことを、本当に本当に、いや目覚めさせてくれて、はい、ありがとう。本当に本当に歌いたい曲歌う、いやありがとう、本当に歌いたい曲、はい、うん、全然ありがとう。あ、とんでもない。その違う、感謝してるだけだから、はいはい、ありがとう。あ、わかりました。本当に、本当に歌いたい曲歌っただけなんで、気がついたら俺自身が嫌いな上司と同じことをしていた。うっせぇうっせぇうっせぇわ。え、僕が反省してることさえ受け入れてくれないってこと？ちょっともう一回言いたくなって。え、今僕はこの今までの自分の行動を反省してすごく突き刺さって、反省してんのにその反省さえもうるせえって。そうですね、反省だったら家帰ってしろやって思ったんで。